木頭村は徳島県長郡にあった村である。徳島県の南西部、高知県との県境に位置する。2005年3月1日、長郡の山頂に村による合併で、現在は長町の一部となる。名産の木頭ゆず、木頭杉で知られ、秋には河野瀬郷の紅葉が見ごろとなる。また、木頭杉を使った木頭杉一本乗りの大会が8月に開催され、 県内外からの参加者が詰めかける。徳島県の南西部、高知県との県境に位置する。中央に中川が位置し、国道195号が東西に横断している。北頭村では村おこしのための地域通貨として2002年8月からユーズが使用されている。ユーズはユーズ本位制地域通貨であり、紙幣式とスタンプ式が存在している。流通範囲は 株式会社、木頭村を中心とした、ユーズ協力店などに限られているが、ユーズ使用体験ツアーなども企画されるなど村おこしに役立っている。木頭村の交通は主に国道195号、スーパー林道及び林道、農道などの道路による。自動車では、徳島市から約2時間半、高知市から約2時間である。林道や農道は区間によっては、 落石が多発しているので通行には注意が必要である。ありがとうございます。